天壇公園内に位置する天壇は、中華人民共和国北京市登場区に位置する史跡で、明朝から清朝にかけて皇帝が天に対して祭祀を行った宗教的な施設である。敷地面積は約273ヘクタール。1998年よりユネスコの世界遺産に登録された。明の永楽18年、永楽三角が建立したとされる。建設当時は、 天地団と呼ばれていたが、火星十三年、天団と地団に分離、天団と呼ばれるようになった。中華民国の台南市にも天団が存在する。そちらについては中国五番台湾首病天団を参照。皇帝が天を祭るための儀式を取り行う場所である。毎年当時に豊作を祈る儀式を行い、雨が少ない年は雨乞いを行った。形は、 天元地方の宇宙間にのっとり、円形である。また欄干や階段などが、音量思想でいう最大の要数である球や、その倍数で構成されている。格段の直径を合計すると45条であり、これは、単に球の倍数という意味だけでなく、95の、見事という意味も持つ。天段では、口述する、記念殿が有名であるが、本来的な意味では、 環球殿こそが最も重要な場所である。皇室のスメラに大空を表す高市と宇宙の境という字を書く。環球で祭事が行われる時、壇の上に置かれる天の神や歴代の皇帝の位牌を普段安置しておくところである。天壇で最も有名とされる建造物の一つで天安門や紫金城とともに北京のシンボル的存在とされる。記念殿では皇帝が 正月の上新五国宝上を祈りを捧げた。記念殿は直径32メートル、高さ38メートル、25本の柱に支えられる祭壇で現存する中国最大の祭壇。中国建築史上重要な建造物とされる。木造で宝いただきは金メッキがなされている。屋根は瑠瓦吹の山荘になっており、明の時代には上から青、木。 緑となっていたが1751年にすべて青色に変えられた。1889年落ら雷らにより消失したが、1896年に再建されている。東側から見た高級3つの建物南側から見た記念伝古の世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。